ここは大曲にあるとあるお店。今回の動画はせがれ飯シリーズです。部長法まだ来たど。従業員の皆さんが大歓迎してくれました。社長さん、この度はいろいろとありがとうございました。ゴールデンファイブヌードルさんは当チャンネルの殿堂入りとなりました。おめでとうございます。ここの系列店の券売機は独特だ。食べたいラーメンに振り分けられている番号を入れる仕組みだ。ネギ味噌の大盛りが食べたい場合は72と入力するんだ。こんな風に細かく番号が振り分けられているので、お好みの番号を覚えてお出かけいただくとスムーズに食券が買えるはずだ。せがれは都会に住んでいたこともあり、ラーメン二郎によく行っていたんだとか。そんなせがれが注文したのは10番の醤油の並盛りだ。私は先ほど例にも挙げた通り72番のネギ味噌の大盛りにした。かなりの量の麺が入ってくるらしいが、食べきれるだろうか。前回お邪魔した時は並盛りが余裕で食べられたので、今回は大盛りに挑戦してみたんだ。とにかく大盛りのラーメンが食べたい、そんな気分なんだ。せがれの醤油の並盛りは着丼しそうだ。お先、醤油の並のお客様。はい、失礼します。どうぞ。いただきます。連日暑い日が続いておりますね。皆さん夏バテになってないでしょうか。私は夏バテ知らずで絶好調でございます。いくら暑くても熱々ラーメンをすすります。いくらお腹いっぱいでも二郎系ラーメンを食べます。ごめんなさい、さすがにお腹いっぱいだとラーメンは食べられません。そんなの当たり前だのクラッカーってことで張り切っていきましょう。平成生まれですが結構古いことも知ってるんです。ラーメンのこと話せよって言われそうなので、そろそろラーメンの話をしましょうか。ゴールデンファイブヌードルさんは初めましてなんです。今朝アマガエルの親父にわしわしのオーション麺を食わしてやるって叩き起こされたんです。叩き起こされたからにはあさらあかなと思ったら、ところがどっこい、現在は14時過ぎ、普通に昼にラーメン食べるんじゃねえかよって。これは心の声ですから声には出てませんよ。やはり親には逆らえません。おとなしくラーメンをすすります。食用アマガエル。確かに映えますね。ありがとうございます。いただきます。まずはスープから見ていきましょう。背脂がたっぷりと入っています。女房が羨ましがります。梅そばこと。まずはネギチョモランマの頂上から少しずついただくとしましょうか。とにかくこのネギがすごいですね。おそらくネギの下には大量のもやしがあることでしょう。さあお楽しみのわしわし麺をすくい上げていきましょうか。超極太のわしわしのオーション麺、ここに来る理由がこの麺と言っても過言ではないだろう。たまんねえな。久々に食べたけどずっとこれが食べたかったんだ。この麺を口の中いっぱいにしてお腹いっぱいになりたかったんだ。やはりネギの下には大量のもやし、すべてマシマシにしたから量が半端ないぞ。今日はいつもより食欲がやばいから、このやばい量のネギ味噌大盛りもいけるんじゃないかな。梅そだべ。ゴールデンファイブヌードルのネギ味噌、まず食ってみれ。暑い夏でも汗かきながら食べるラーメン、最高ですよ。皆さんは暑い夏に暑いラーメンを食べることができますか？それとも冷たい系のラーメン専門でしょうか？暑い夏を乗り切るおすすめラーメンがありましたら教えてください。
ゴールデンファイブヌードルさんの醤油並みを美味しくいただいております。秋田県内の二郎系インスパイアのラーメンを提供しているお店を調べますと、いろんなお店でやってるんですね。ちなみに私は夏でもアッツアッツのラーメンを食べるのが好きです。相変わらずアジア系のお店も行きたいんですけど、なかなか行けてません。交換の儀は一瞬で終わります。とにかく味見ができれば OK。 なかなか美味しゅうございました。味噌もうまいんですね。そうだよ、味噌もうまいんだよ。醤油は前に食べたことがあったから、そのうまさは知っているんだ。やっぱりうめえな。二郎系インスパイアのラーメンを今までたくさん食べてきたけど、やっぱりこの麺にすごく魅力を感じる。食べれば食べるほど食べたくなる不思議なラーメンが二郎系ラーメンの特徴というか魅力なんだと、つくづく実感する食用アマガエルであった。お酢も入れて味変も楽しいぞ。正直私も大盛りにすればよかった。並盛りだと若干足りない感じがする。オーション麺、食べれば食べるほどさらに食べたくなるのは私も同じ意見だ。ごちそうさまでした。ゴールデンファイブヌードル、また来たいお店になりました。それは良かったな。まだまだ秋田県内にはうまいラーメン屋さんがたくさんあるぞ。個人的見解ではあるが、秋田県は本当にラーメンのレベルが高いわ。同じご意見の視聴者さんも少なくないと思っている。ゴールデンファイブヌードルさんの営業時間はご覧の通りです。ごちそうさまでした。今日もラーメンを食べて幸せな気持ちになれました。食用アマガエルチャンネルをメンバーシップになって応援してみませんか。特盛コースと大盛コースからお選びいただけます。メンバーだけの限定ライブやオフ会の案内など、メンバーだけの特典をご用意しておりますので、ぜひともメンバーになってください。よろしくお願いします。食用アマガエルチャンネルはラーメン店さんからの撮影依頼を随時受け付けております。食用アマガエル公式ツイッター、インスタグラムのダイレクトメールよりご連絡ください。お待ちしております。